があるとかないとか、この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的、持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰と陽か君らは分類しないとどうにも落ち着かない、気づかない本能の外側を覗いてかない、気分が乗らない、つまりそれはそんなシンプルじゃない、もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か、例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてる血に不安になってたりするやつ、所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦テスト、それはいいでしょう、素晴らしいんでしょう、不可能の証明の完成なんじゃない、酒の魚にすれもう傑作でもって君も進むきっかけになれ、それそれでウィンウィンじゃん、こりゃこれで残念じゃん、そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ、この先君はどうしたいって人に問われることをしたい、終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃなきゃかなり非常事態、僕たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生維持モードずっとそこで眠ってたらさ、俺はそもそも低いだから、あがいてもがいて見にくく吠えた、俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らか、すぐ世の中彼だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜにもして片付けちゃうの、僕たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か、そこが振りしておこうなよ、君に君を分類するの、we'll be right back.